こんにちは、エフランクビルメンの浜です。今回は雲取山に登った時の動画を見ていただこうと思います。登った日は6月29日金曜日に登って、翌日の6月30日土曜日に帰ってきました。登山はね、すごい久しぶりです。23歳の頃に富士山に登った時以来ですね。今47歳なので24年ぶりです。テントでね、寝たのも久しぶりです。19歳の頃、自衛隊の演習中に20人ぐらいがね、こう寝れる大きなテントで寝た時以来です。まずね、登山ルートの説明をします。今回雲取山まで登った時のルートの説明をします。ここが雲取山山頂です。でここが JR 奥多摩駅です。まずこの JR 奥多摩駅からバスに乗って35分ぐらいですね。ここに鴨沢というバス停があります。ここで降りて、歩いて登ってきます。この七つ石小屋でね、休憩しました。そして奥多摩小屋でテントを張って一泊しました。で朝早く起きて雲取山に登りました。で帰り道はね、この三条の湯を通って帰ってこようとしたんですが、こう飯をあんまり食べてなくてフラフラの状態だったんで、最短距離で、帰りました。来た道を戻りました。で鴨さんはまで戻ってきてバスに乗って、JR 奥多摩駅まで、戻りました。夕飯用のおかずの材料の紹介をしたいと思います。まず生床です。こうタコ飯を作ろうと思ってるんで、タコを買ってきました。あとカレーですね、油カレー。あとソーセージ、シャウエッセンソーセージです。青の洞窟のポモドーロソースですね。これフライパンでこのカレーとシャウエッセンを炒めて、このポモドーロソースをかけようと思ってます。あとおつまみ、チータラ、当たり目、あと日本酒、上泉水のごとしです。あと白ワイン、美味しい酸化防止剤無添加白ワインですね。これがね、夕飯の材料です。あと寝る前のおつまみですね。今奥多摩駅に着きました。ここに来るまで電車で2時間かかりました。もう疲れましたね。で今の温度が 26.7 度ですね。もう日差しが暑いです。晴れてくれてよかったですよ。梅雨の時期なんでね、天気が良くてよかったです。で荷物がこれです。ちょっとバッグ小さすぎでしたね。もうちょっと大きいリュックをちょっと買った方がいいですね。もうパンパンです。でテントとリュックですね。これからバスに乗って、鴨沢まで、行きます。30分ぐらいですね、バスで行くのは。ここが、まあ、入り口ですね。ここに来るまでに疲れちゃいました。荷物重すぎ。20キロぐらいありますよ、荷物。肩が痛い。いや、もうここからスタートなのに、もうヘトヘト。
登り始めて1時間経ったんですけど、もう汗びっしょりです。汗びっしょり。こんな感じ。もうね、上着びっしょりですね。1時間で。ずーっとね、こんな道。こんな道がずーっと続いてるところです。一応ね、直射日光はね、こう当たらないんですよ。木が影になってくれて。でも結構暑いんで、もう汗びっしょりになりました。水もね、ペットボトル、500ミリのペットボトル1本開けちゃいました。七つ小屋でね、また水分補給したいと思います。今、登り始めて2時間半が経ちました。やっとね、半分ぐらい登ったところです。もう汗びっしょりです。これ、500ミリリットルのペットボトル、2本目が空になるところです。結構水飲みました。汗かくんでね、水水分取らないと脱水症状にね、こうなっちゃうんで。風はね、結構強いんですよ。で、直射日光はそんな、浴びないんで、結構涼しいですね。でもね、汗がね、冷えるとね、ちょっと寒いです。服が汗びっしょりなんで、風が強いから、汗が冷えて、ちょっと風邪ひきそうですね。じゃあ、あと半分、頑張ります。歩き始めて3時間経ちました。ちょっとね、ふらふらしてきました。朝飯抜いてきたんで、ちょっとお腹減ってふらふらしてきたんで、これを食べることにします。夜のおつまみ用にね、ちょっと買ってきたんだけど、ちょっとお腹空いちゃって、これを食べて、エネルギーをつけます。今、登り始めて3時間半です。やっとここまで来ました。現在地がここですね。ここのね、七つ石小屋で、水分取って、なんか買って休憩していこうと思います。美味しい。美味しい。冷たくて美味しい。いやー、綺麗だ。乾杯。うまい。これが有名なダンシングツリーですね。踊ってるように見える木です。この木を越えると奥多摩小屋までもう少しです。ここはね、景色がすごいですよ。綺麗なね、山が見えますね。天気もいいし良かったです。晴れてくれて良かった。やっと奥多摩小屋に着きました。今15時半だから6時間かかりました。ここで、テントを張る場合、テント代の500円を支払います。
ここが奥多摩小屋から徒歩5分くらいのところにある水場ですね。結構冷たくてね、美味しい水ですよ。これひんやりしてます。飲んでみましょう。あー、冷たくて美味しい、美味しいです。これ美味しい水。奥多摩小屋のテント場です。これからテントを建てます。風がね、すんごい強いんですよ。強風です。ビュービュー言ってます。現在の時刻は午後4時53分です。気温は 21.6 度です。かなり、ね、ひんやりしてきました。もう風も強いです。雲もね、ちょっと出てきましたね。曇ってきましたね。これからね、夕飯の支度をしたいんだけど、風が強いのと、あと虫がね多いんですよ。ちっこいコバエみたいのは。ちょっと炒め物は無理ですね。あのソーセージとか炒めようと思ったんだけど、なんとかメスティンで、ご飯を作ってみたいなと思います。メスティンにお米1合と水 180cc ぐらいを入れました。水はね、あの奥多摩小屋の近くにあるあの天然の湧き水ですね。湧き水を使ってます。この状態で30分放置します。お米を水に浸して30分経ちました。それで具を入れました。具はね、タコです。タコとあとめんつゆ大さじ5杯ぐらい入れてます。これで、ご飯を炊いてみます。では火をつけます。風が強いからつくかな。お、ついてる、ついてる、ついてる。これで炊き上がるのを待ちます。今2個目の固形燃料を使っているところです。こうグツグツ吹き立ってきました。ちょっと風が強くてね、炎がなんかすごいもうゆらゆらしてるんだけど、なんとかこううまく炊けてるようです。火が消えてからご飯を10分間蒸らしました。では蓋を開けてみます。いきます。うわー、いいタコの匂いがする。テントの中にタコの匂いが充満している。美味しそうにできましたね。タコがねプリプリです。ご飯もねうまく炊けてます。もっちりして美味しく炊けてますね。ではタコからいただきます。うまい。うん、美味しいタコです。噛み応えがあって弾力があって美味しいですね。ご飯いただきます。うん、うん、ちょっと硬い粒粒が残っちゃってますね。これちょっと上手に炊けてない。やっぱ風が強いせいかな。固形燃料2個使ったんだけどな、水の量が足りなかったのかな。柔らかいのもあるんだけど、硬い芯が残ってるようなご飯もあるんですよ。ちょっとこれは失敗ですね。うん、まあタコが美味しいからいいです。白ワインをいただきます。もうこのままいっちゃいます。うまい。うん、もう今日はもう疲れてるからお酒飲んでとっとと寝ます。明日はね、朝5時起きなんですよ。朝5時に起きてテント畳んで雲取山登って、また違う道で、帰ります。あとはもう寝るだけなんですが、
外はまだ明るいですね。かなり寒くなってきました。今の温度が 18.6 度です。午後6時15分ですね。今深夜2時です。外はね、曇ってて綺麗な星空は見えないですね。残念です。月明かりがちょっと見えるぐらいですね。風も強いしね、雨も降ってくるしね、最悪ですね。外はめちゃくちゃ寒いです。おはようございます。今は6月30日土曜日の朝4時23分です。気温がね16度です。すんごい寒いです。ポンチョを着ながらね、このテントの撤収作業したいと思います。こう寒すぎてポンチョを着ました。今奥多摩小屋のテント場です。朝5時20分です。テントのね片付けも終わったんで、これから雲取山の頂上に向けて出発します。いや昨日ね晩飯あんま食わなかったんで、なんかフラフラですね。戻ろうか行くかちょっと迷ったんだけど、せっかく来たんで雲取山に登ります。今奥多摩小屋を少し登ったとこです。とっても景色が綺麗ですね。晴れてくれてよかったです。今奥多摩小屋から登り始めて40分経ったところです。すんごい急坂です。頑張ります。小屋がだいぶ近づいてきました。もう景色が綺麗ですね。ちょっと雲がかかってるけど、まあ、晴れてて景色がいいです。緊急避難小屋に到着しました。山頂までまだあるんですね。トイレもあります。景色は綺麗です。着いた。雲取山到着しました。いやーきつかったけど、なんか達成感がありますね。やり遂げました。鳥居山頂2017メートル。山頂の今の時間と気温です。現在朝6時47分です。気温が 18.8 度ですね。奥多摩小屋からここまで1時間20分ぐらいですね。やっと、鴨沢登山口に戻ってきました。雲取山から6時間かかりました。いや足が痛いです。もう早く帰って寝たいですね。こんな感じで、雲取山に登ってきました。下山中の動画がないんですけど、もうフラフラ状態で、撮影する気力がなくて、下山中はね撮影しませんでした。膝は、ね、痛くなかったんだけど足の裏が痛かったですね。
もうゴツゴツしたもう岩の岩とか石ころの上をねちょっと歩いて下山してきたんで、足の裏が痛くなってしまいました。で今回のね登山でいろいろ勉強になりました。反省点も多いです。反省点は後で、発表します。で奥多摩小屋が、平成31年にねこうなんかなくなってしまうんで、こうなくなる前にテント泊ができて、よかったです。いい思い出になりました。今回の登山の反省点。1、荷物が重すぎ、多すぎ、鉄製の鍋が重い、ステンレス製やアルミ製にすればよかった。瓶の飲み物が重い、ワイン小瓶2本と日本酒小瓶1本、梅酒小瓶1本を持っていきました。瓶は重いのでペットボトルか紙パックにした方が良い。瓶だと飲んだ後小さく畳めない。できれば余計な飲み物はあんまり持っていかない方が良い。 LED ランタンを持っていく必要はなかった。ランタンは使わなかったです。こう夜道を歩くわけではないのでスマホのライトで十分。クーラーボックスの中に保冷剤を3個も入れて重くなった。保冷剤1個が 250g ぐらいあって重い。朝クーラーボックスに保冷剤を入れて出発しても昼までしか持ちません。生物を入れていく場合、昼食の調理をするならいいが、夕食の調理はやめた方がいいです。こう悪くなっているかもしれません。できればクーラーボックスが必要ない常温の食材を持っていった方が良い。2、山小屋で飲み物を買うと、ゴミは持ち帰らないといけないので荷物が増えてしまう。買うなら缶ビール1本程度にしておいた方が良い。3、テントを建てるときは下には何もない方がいい。木の根っこみたいのが少し出ていたが大丈夫だろうと思いテントを建てました。寝ているときに少し背中がゴツゴツしたけど気にしていませんでした。朝テントを畳もうとするとゴツゴツしていた場所に穴が開いていました。2ミリほどの大きさの穴が2つ開いていました。まあ、ガムテープで貼っておきます。4、虫が多すぎ、長袖、手袋、帽子をしていきましたが、肌が露出している後頭部や耳のあたりを6箇所ぐらい刺されました。痒くて熱くて腫れ上がってます。帽子に虫除けネットが必要です。虫除けスプレーなども必要です。5、ちゃんと登山用の靴を買った方が良い。底が厚い靴を履いてこう登ったんですが、登山用の靴ではないので足の裏が痛くなりました。6、メスティンでタコ飯がうまく炊けなかった。硬い芯が残っていた。家で炊くときと同じ方法で炊いたがうまくいかなかったのはなぜか。ネットで調べたら、高い山で米を炊く場合は水の沸点が違うので圧力鍋を使わないといけないみたいです。徒歩で圧力鍋を持っていくのは無理なので、対策として調べたところ、水の量を 1.5 倍程度にする。メスティンの蓋の上に重い石を乗せて圧力を逃がさないようにする。次回はこれで炊いてみたいと思います。7、温湿度計が正確ではない。温度が変わるのに5分ぐらいかかってました。新しい温湿度計をね買おうかなと思ってます。8、痩せた方がいい。体重100キロのデブに登山はきつい。ちょっとね痩せないとダメですね。次回登山するときまでに少し痩せようと思います。今回の反省点は大体こんな感じです。今度ねまた次回山に登るときにこう反省点を直して、しっかり山に登りたいと思います。今回はね、こんな感じで雲取山に登りました。ではまた。